出てまって払われよ。えカメラ回ってんだから払われよ。大好きなダーリンが出てきてるから。エッチにしない？エッチはいっぱいしめっちゃ面白い一個エピソードだな。どつかれたっていう虚偽を打って警察旅行に行かしたくないから、もうほとんど旅行行くから、もうそれやったら警察署に押してもらわないと。いや、こんな女相手したらもう丸だな。もう刺されるよ。最後は刺して終わり。はい、どうもショウケンチャンネルで です。ちょっと上田くんが恥ずかしがってるんで。上田くんがお酒入ってないよね。ちょっとじゃあこれ、ほらほら。可愛い彼女連れて待って本当。上手カメラ。いや何やろこれこんなんで。ちょっとショウケンチャンネルがちょっと僕一つ、じゃあ二回どうしよう。まあ行ってやっぱり建設業だし。そうですよ。建設業は一番。すごいですよ、やっぱりトップですね。いや俺もなんかやっぱ行くって言ったじゃないですか。行って見たら週に1本も上げてないところに行くって言ったことが失礼だなと思って。ああそうです。いや他に誘われてるとこも断っとるのに。ああそうです。あ俺間違えたって言って。ああいやいや今から伸びしろがあるんで。週何本上げるか。週まあチャンネルに、自分のチャンネルに週2は絶対約束な。週2本週2本約束。来月今月来月。いやもうそれ今週からですね。そう今週から。いや編集のいや負担は全部私やからね。取るのはもう全然取るのはできるんで全然もうお任せします。編集のだって編集のダンネルもあるでしょ。そうでも頑張りますよ。そらわそら大好きなダーリンがね出てるからね。あーちょっとやめろ。大好きなダーリンが週2って言ったら頑張ります。すごいね。マジか。うわ気持ち悪いなこいつは。ご奉仕タイム。ご奉仕タイム。ご奉仕タイム。イラつくわ。ちょっと注意しみたいな。いやちょっといやカットするかどうか明日シェフになってから考えてくれいいんで。とりあえず注意みたいな。うん、俺も注意しいな。やめろ。本当にちっぽくなってたこれな。はい、ああ今日は酔っ払ってみんなで楽しみましょう。はい、お願いします。はい、だけど男たぶらかすの得意でしょ。いやまあじゃあ払われよ。えカメラ回ってんだから払われよ。じゃあ男を落とすのは得意と思ってるでしょ。得意。頭がいいんだよね。頭いいと思う、うん、で男の仕組みを全部上がってるでしょ。あ飲み屋歴は何年？18からなんでめっちゃ長いです。8年ぐらいです。男の仕組みを分かってる感じ。お母さんの店なんです。もともと18に入った店が母親の店やったんで、うん、そこでしこたましこかれますよね。あめっちゃ面白い一個エピソードあるんです。これはまあどうか分からんけどな。いやここね嫉妬深いんですよ。でここがめっちゃ仕事がもう12月で忙しい時に夜の仕事まだやってるんだね。そうそう、ずーっと仲良かって別れたんですよ僕は。はい、うん、じゃあこっち側から呼び出しくらったんですよ、うん、でその時に、うん、なんかどつかれたっていう虚偽を言って。虚偽を誰に言った？警察。本当に虚偽じゃないでちょっとポチンってされたから、うん、ああまあ叩いたは叩いた、うん、自分が悪い。そうですよ。しかも僕ん家に来たんですよ。来たのになんか無理やり連れて行かれた。いやお前が家に今日勝手に入ってったやみたいな感じで。あそれは別れる前に。もう別れてます。別れるのに押しかけてやんさ。そう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 。いやお前もういいやもう帰ってけーって言ってバーンってちょっとまあしつこいんやみたいな感じでやったやつがお前お前俺いかんねんで肌質白いんでなんかちょっとポンとやったやつが結構ものすごい青たんとかなるんですよ。それを写真技で撮って警察に被害届け出します。ほんと。もうまあ好きすぎて腹立つんや。違うんですよ。この人が私と別れたファイフライで元奥さんと旅行に行くって言い出したんですよ。普通やらいいじゃん。全然いいじゃん。10日レベルで、旅行を行かせるために僕あ、マジ。その時はもう元奥さんになっとったんで自分が一番と思っとったんですよ。あ、もう元嫁だった。そうそう、その時はもう嫁にはでも、離婚しとってもあっとったんだ。そうそうそう。で、まあ子供のあれとかで旅行行くってなった時に
旅行行かせるために僕が、うん、でもそれもう好きすぎてたまらんからでしょ。だからめちゃくちゃ好きですよね。で、被害届け出してるのに面会に来るっていう。捕まった捕まったそれはなんでやったの？旅行行かしたくないからか、腹が立ったのか。で、旅行に行かしたくないから、もうほっとっても旅行行くから、もうそれやったら緊急車両に追ってもらってくださいうわぁ、ほんと悪じゃん。悪よ。ちなみに50万円払ったって僕何しなんですけど、時代これそれ返してやろ。返してないです。悪女っす。すごいね。これ今多分これが伸びると思う。俺使おうよ。秘密の過去ね。時間金払った女と今付き合ってるってさ。そんな気性みたいな女とまた何で夜戻そうと思った。いや、これがなんかその、まあ、子供がなんかできたみたいないう感じを言ってきて、うん、あ、私たちはできる。できひん体になったみたいな。あ、病気だね。ちゃうですよ。がんになるみたいな。がんになる。やべえ、お前がんになったよね。で、がんになるみたいなんで。え、そう？お前が絶対だろ、お前。絶対そう。嫁が。そういう女おるね。嫁が、あと1年っていうのを言ってきて、診断書送ってって。じゃあ、だから。本当に？そうそう。嫁1年の診断書送ってきたよ。せっかったらね。泣いても笑っても1年やから一緒に追ってくれみたいな。うわ怖ー。感じしたよ。マジで？エマだね。 S じゃないですよ全然。 S でしょ。意地悪っす。意地悪っす。意地悪いや、だから男の人とかにはめっちゃモテると思うんですけど、女の子から全然モテへんみたいな。女の子の友達いなくて。でもどう思っとったの？捕まった時かわいそうって言うとたっす。あれ面会後ちゃんと行ってたの？面会も行きます。面会行ってなんかその、まあ、その時コロナの時期やったんで、全然サイズの合ってないなんか向こうで配られたマスクを窮屈そうにつけとったんですよ。もうそれを見てかわいそうになって涙が出てきて。いいの？全部俺が使いたいとこ使うの？全然全然好きにしてもらった。めっちゃアンチ来るんじゃん。僕は全然大丈夫ね。それだよね。この会話はやばいよね。この会話はやばい。だってさ、警察に訴えて捕まって示談金取ったわけでしょ。ちょっと付き合っとるやん。いや、まあ病気やで。周りから、そんな女やめろって言われんかった。いや、最初はめっちゃ言われたんです。だからめっちゃみんな心のこと嫌いだったんですけど、で、それ押し切って。そう。だから示談交渉も面白いんが、もう今後一切会いません。今後一切連絡ももうコンタクト取れません。で、プラス50万円ですっていうのやったら、蹴ったんですよ。それ何で蹴ってたんですかって弁護士さんに聞いたら、いや、なんか会いたいや何や言うてます。ちょっと違うなみたいな。で、友達に向かってこんな女相手したら終わるな、マジで。やばっ。確かに多分200万とかあると思う。それを一個なくしたんですよ、項目。あ、もう合わんは違うから、ここは取り下げろと。そうそう、だから僕はもう会えと。だけど50万払えと。すごいな。営業やらした天下一品かもしれない。あ、今でもその時の気持ちよりまだ好きなんだ。なんかもう別に逆に考えられんね。そのおらんくなった生活がわからないです、うん、朝から晩まで毎日一緒にいるを繰り返してるから、うん、おらんくなった時に生活がバッて変わるじゃないですか、うん、それがなんか想像つかないんですよ。あ、刺されるの？最後は刺して終わり。いや、普通に言うんですよ。もう死んだら一緒に死ぬとか。でもメンヘラチックかもしれない。あ、ちょっとメンヘラだわ。だから私はいつもちゃんと言ってる、私より長生きしてねみたいな。その死んだら私が悲しいからね、うん、でも私が死んだ次の日に死んだって年何歳？26。大体メンヘラでその20歳ぐらい治ってくるじゃん。18ぐらいであんまり恋愛してこなかったんですよ。恋愛してないと思う。ずっと仕事しかしてこなかったから。で、問題問題。エッチもしない？エッチはいっぱいした。でもエッチしたら好きになるでしょ、若い時なんか。それがね、なんかあんま分からないで、あんまり好きじゃない人とエッチをするっていう機会があんまないんですよ、私。彼氏と私しかなかったんですよ。なんか多分、複数人とかじゃなくて、多分一人に対して何回もするタイプ。でも、モテたでしょ、口説かれたでしょ。
そういうのは別に言わないとかないんだ。行かないです。いや、メンヘラすぎるわ。そうなんですよ、うん、聞いてないからもうなんか全部がつながる。あ北斗七星やさ視聴者まで見えるこの動画でもちょっと2人の関係についてちょっといろいろ問い詰めてたんですけど、今度は、まあ、ここが出てくるんだね。やっぱ元人間のこの色を出してほしい。あいや、この前見たよ俺、毎日見たよ、このバカップめっちゃバカップだもん。めっちゃ来ると思うね。この動画に関してはじゃあうちアンチコメント全部あげるからね、うん、全然ね、来てるやつ全部あげますんで、ぜひあの冒険組さん行ってチャンネル登録と、まあ、いいねあの送ってください。送ってくれたらあのまたこのコラボ、兵庫がちょっとね3時間ぐらいかかるから、こんな顔出しね、週2本週2本上げてきますんで、ぜひ冒険組さんのチャンネル登録してください。よろしくお願いします。よろしくお願いしますせーの、また見てねー。